どうも、ズーマです。今回なんですけれども、キロを使って遊んできました。で、まあなんか最近、その AR というか、その中距離の武器、どれがいいんだろうなっていうのをね、なんか探してたりしてるというか、それにハマってるというかね、いろんな中距離どうなんだろうっていうのを探してるんですけども、まあ最近はちょっと AR を試すことが多いんですよね。で、まあなんでそうなったかっていうと、まあ僕、よく SR 使ってるんですけど、その SR を使っとるときに、なんか結局中距離必要だなってなったんですよね。その近中距離というか、やっぱ僕のプレイスタイルは中距離が多いんじゃねみたいな感じになって、結局その中距離戦えないと、個人的なプレイスタイルにきついなってなったんで、その中距離をね、近距離もいけるし、中距離もいけるような武器を最近探しております。なんかよくその SR と MAC-10 とかフェネックとかって持った時とかあったんですけど、やっぱりその複数相手が来た時に対応できないんですよね。どうしても中距離を SR でやらなきゃいけなくて、でもそれだったらなかなか抜けないっていうかね、難しいんですよね。なんでそうなった時に、その自分に合った武器はどれなんだろうっていうことで探してて、今回はキロを使ってるっていう感じでございます。やっぱキロはね、あの落ち引きじゃなくなってしまって、落ち引きがなくなって使う人が減ったんじゃないかなっていうような印象なんですけども、あんまりね、そのカスタムでキロ取ってる人ってもうちょこちょこたまに見かけるけど、なんかいっぱいいないなっていうのがね あるんでね、なんかどうなんだろうっていうのをね、ちょっと思って使ってみたんですけど、まあやっぱ相変わらず強いですね。まあ、中距離、近中距離というか、まあ中距離かがまあまあ強かったなっていうような印象でしたね。なので今でも全然使えるような武器になってるんじゃないかなって思います。まあ好みっていうのもあるかもしれないんですけど、まあちょっと距離を離れてしまうとやっぱダメージが落ちちゃうんですけども、まあ、安定の、なんていうの、安定の命中率とかもあって、まあちょっと近い距離とかあったら切り速も結構早かったんでね、なかなかいいんじゃないかなっていうような印象でした。で、今回もね、あの、なんだ、複数枚いる敵とかもね、倒していけるようなシーンがあるんでね、まあそれを見てもらって、これぐらいの切り速かっていうのをね、あの見てもらえばなと思います。で、今回はあのフレンドさんに呼ばれて珍しい列で回ってます。さあ、ここに敵がいますと。さあ、こういう時にね、こういう時にこう SR コを使うっていうところもできるんですけど、忍者逃げられたな。やっぱこういう接敵してる時、僕はどっちかってこう今一歩後ろにいるじゃないですか。前にいるよりかもインファイトっていうよりかも、この裏取りみたいな感じで戦うことが多いので、こういう時に中距離ってだいぶ必要なんですよね。ここのカバーとかもそうですね。これも中距離の武器だからこそ抜けたみたいなね。で、ここもう1枚いる。もうこれぐらいの距離、 いいね。もう1枚いる ね。この距離も結構いい切り速で倒していくことができます。強いね。そう、僕のスプレイスタイルって割とこんな感じなんですよね。その味方がインファイト戦って、そこを後ろからね、ちょんちょんと戦って倒していくっていうような、割と美味しいポジションっていうかね、そんな感じなんですよね。なんで結構僕がキル数を稼げるときって割とこういうパターンが多かったりもするんじゃないかなっていう。そう、やっぱ被弾を少なく複数枚相手にできたら何枚も持っていくことができるんで、なんで、ね、そのいかにその被弾を減らしながら相手にヘイトをかわずにね、戦えるかっていうのが大事なんじゃないかなっていうところですね。やっぱどうしてもインファイトに持ち込んでしまうと、被弾っていうのはね、なかなか避けれないっていうかね、打ち合うわけだからね、きつくなっちゃうんですけども、まあ、中距離とかだったらこういう戦い方することで意外とダメージを与えることができるんじゃないかなって思います。プレイヤーじゃない？なんかいるね。アーモア合ってる。あとちょっとなのに、ちょっとこれ予測で言ったけどダメだ。うまいこと逃げられたな。ナイス。なんかどっかからまだ。皆さんは何か最近ハマってる AR とかってありますか？僕は基本的に最近使ってるのは M4 がやっぱり強いなってことで、まあ、またちょっと M4 のね動画を出そうかなって思ってるんですけども、M4 はまあまあ優秀な武器だなって思います。ちょっと近々、また本当に近々ね、M4 の動画出したいと思ってますんでね。あの、AR 集がこれから多くなりそうな感じです。いろんな AR を使って戦ってるようなところが多くなるんじゃないかな。まあ、SR プラスね、そんな感じになるんじゃないかなって思います。で、今、パケは僕も持ってたんですけども、敵にパケ取られたくないので、SR をね、自分が持ってる SR をもう一個落としといたっていう感じになります。やっぱ敵にパケ持たれたら、そんだけでちょっと嫌じゃないですか。フリーになるっていうか、ね、いい武器を与えたくないので、まあ、2個持ってても僕はなるべく、その同じやつ取るか、SR 持ったら SR 取るようにしてますね。
僕の DL は高速エイム、多分結構スナイパーってやっぱそのカスタムによって好みがあると思うんで、僕の DL とかはほぼ高速エイム、エイムに振ってるので、なんか扱いやすい人と扱いにくい人いると思うのでね、なんでとりあえず SR 落とすみたいな感じでしますね。あれタグ回収じゃないですか。上いますね、上取りに行きましょう。ここ出てくるの待って覗いておきます。出てきたね、ナイスナイス。あとはどこだ、下かな。でもグレトンできてるね。あ、下にいる。で、僕が戦いたい距離は近距離じゃなくて中距離と長距離なので、ここはそんなに下に降りずにね、上から応戦というか、ね、戦っていきます。なるべく上をキープしながら周りを見て、敵に味方にね、敵の位置を示したりとかして戦うような感じになります。あと1分でアンチっすね。なんでね、その自分の持ってる武器とか自分のプレイスタイルによってその立ち回りっていうのはどんどん変わってくるんじゃないかなって思うので、もしその中距離とか長距離を得意とする方、得意とするというか好きな方がいたら、割と僕のプレイスタイルと合うんじゃないかなって思います。でね、これ僕が今上にいたので、その味方にね、その上に登れる人がいないということで、これはヘリを置いてきます。まあ運転はお任せするんですけどね。一人ね、こうやっぱチームに上を取れる人がいたらでかいよね。パンプトとか忍者とか。さあ、こう上にいるっぽいね。こう全員乗って。ここら辺に多分 SR がいたんだよね。どこだろう。アンチ行っちゃう？どっか行ったね。まあアンチも来てるんでね、ここはアンチに移動していきます。アンチ内に入って、ここでどこを取るかなんだよね。まあ基本的にこのパーティーはもう突っ込むパーティーっぽいんでね、多分ガンガン行くんだろうけど。あ、一人おるっすね。まあこの下にいるのか。さあ、ここもみんな飛んでったんで僕も飛んでいきます。さあ、この距離結構ね、やっぱこう当たったら強いんですよね。さあ、1枚倒して、ヘリが来てるで、壊れかけ、これ撃ちたいけどね、怖いのがこう車線切れてないんですよね、周りから。で、ここ今ね撃たれたの分かったんですよね、 SR でも2発、2人に撃たれたな多分。これ早かったんで、このね撃たれた瞬間に気づいてたんですよ。でも大丈夫だろうなと思って撃ってたら、まあこの案の定この感じでね、抜かれちゃうっていうね。はい、戻ってきました。まああれはね、撃たれた瞬間に切り替えるべきでしたね。 ADS やめて撃つのやめて行くべきでしたね。あれは完全に甘えたっすね。分かりながら甘えてた感じ。で、ここで味方がやられてしまったので、ここは迎えに行きましょう。ナイス。ごめんなさい。なあ、これ、SR かな ?SR かな ?DL で抜かれちゃったね。上か。どこよ、メカニック出てますね。どっからピチピチ。ああ、ここで落とされてしまって、2人になっちゃったね。どっかの遠くから DL が撃たれてたっぽいので、その DL を警戒しながらね。めっちゃ上にデスボール、あ、近くいる。ここ倒してく、核まで入れちゃいます。もうね、蘇生がないので核まで入れちゃいますと。もう一枚近くにいるね。おー、ナイス。赤だ、 DL 一発。欲を言えばね、やばい、ここはね、ヘッショ入れたかったんですね。金ローンチ持ってるから。でもあの DL だね、いるのは。あ、この DL。ズマクにお任せで。出てるね。これもね、ヘッド当たったと思ったけど、当たってなかったな。で、こう一発当てたんで、多分回復入れてるだろうということで、ここはもう詰めに行きます。まあ僕はもう SR でやりたいマンになっちゃってるんですけど、ここはね、キロ使おうってことで、キロを持つっていうね。いた。さあ、こう倒し挟んでいく。あ、そっから。意外とね、キロも腰打ち悪くないんですよね。だから意外と使える武器ってあるなっていうのはありますね。腰打ちでもなんとかやって、まあ得意ってわけじゃないんですけど、腰打ちでもいけなくはないみたいな感じの武器だったんで、意外と SR と一緒に持つのはありだなって思ってますね。さあ、あとは3人か。どこだろう、あっち方面か。多分下らへんなんじゃないかな。で、ここね、上を取りながら、ここはアンチ入ってるんでね、しかも上なんで、ポジション的にいいとこなんで、ここを守りながら、あ、これエアボン出てるね。なんか降ってきた。あ、この一発でね、あ、こう一発で決めきれれば、
なかなか良かったんだけどな。怖いだね。そんな簡単に行きませんでしたね。ピンパケのところか。さあ降りてってる。降りてたね。あ、この裏か。顔出すかな。あ、ここで1枚。あと2枚はどこだろう。あ、ここに2枚いるね。あれ、やり合ってんのか。あ、で、倒したね。2-2 だ。いや、さっきのもね、外したな。あ、ここに1枚と、もう1枚どっかいるはずなんだよね。あ、出てきてるね。ここもね、金狼舎ついてるから、やっぱヘッショ狙いたいよね。あ、こうね、ヘッショ一発で抜けれるようになったらいいなって思うんですけど、やっぱ DL で金狼舎つけたら、もうちょっと早く打たないで、もうちょっと冷静になって頭をね、じっくり狙ってもいいんじゃないかなっていう。多分右に流れてた。右から流れてきてますね。うん。右からグレートンできてますね。どこだろう、まず敵の位置を確認したい。視界からは見えない。敵の位置を確認したい。うまい。この感じじゃないできてるね。相手が体出すたんびに相手もダメージ食らいよるす。お、出てきた。さあ、ここやばい、外す。ここ頭狙っていく。ナイス。ナイス。これはでかい。そう、これですよ。でも4発一発当たってるからね。見えてそんな悪く良くないんだよね。あとここの裏だね。さあ、ここも SR でやりたくなっちゃってるんでね。ここは SR で。一発ワンプト二発。ナイス GG! ということで、いかがだったでしょうか。ぜひね、キロも使ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。